何？織田殿が？急ぎ三河に戻りましょう。殿、天下の趨勢を見てご決意を。そんな柄ではない。信長殿が夢を一生する鷹なら、俺は遠慮がちについていく身とか。ただ、ただ一度だけ一緒にかけたことがある。あの時はスカッとした。何がかければよろしいかと。家康、やけにすがすがしい顔をしてるな。信長殿が本能寺で講じていたら、この家康、天下取りへどこまでもかける覚悟でした。貴様がか。はい。されど信長殿は生きておられる。共に乱世をかけていきましょうぞ。これより軍議を始める。物見からの知らせでは、これが現在の状況です。この戦、東国諸大名の名手北条氏政を倒せば我らの勝ち。お味方の徳川殿はここに布陣。敵総大将北条氏政はこの辺りに陣を敷いております。この川を渡ることができればよいのですが。信長殿、共に北条を、古きを打ち破ってやりましょう。殿、夫人はいかがいたしまするか。今が厄介なんだこの布陣ならば必ず勝てましょう。よし、七神道、我が軍団の力見せてやれ。松代までの恥を残すな。手付け。ああ。何を変わるの？
が武勇、北斗ご覧あれ。うん、狂ってるかよ。ここで一気に敵を叩く。一撃で粉砕する。思い成就させて。勝利の主演が頼む。
うは信長の首ただ一つ。まずあの戦士大砲なんとかしない。この攻撃受けて立っていられる？李教徒下台进行再定。一撃で粉砕せよ。医療同社廃棄撤退です。もう一撃で粉砕する。
思い成就させて。戦記信長を討つ。これぞ雪村の本懐にござる。これはちょっとダメやん、ダメージ。もう無理無理勝てねえよこれ。負けを認めねばならんだ。引け！